変な会話何を話してるのもう22回目にして急にかしこまるっていうなんでか中途半端なのに急に原点に変えるみたいなさっきの USB は俺持ってて大丈夫なのかな。あ、ありますよ。あ、撮ってる、はい、そろそろ筒井さんの配信あ、ツイキャスね、はい、これさ、ちょっと最近思ったんだけど、そっち側に置いた方が3人入らないかな。あっち、あっち、あっちの端に。俺、遠くていいからさ。そっかな。うん。この辺、ごちゃごちゃしてて。角度はいいじゃん。そうそう。ちょっと、だから、あの辺でもいいじゃん。ちょっと引きでも。入んない？いや、あ、でも、入ります。こっちの方がいいかな。はい、あ、こうかもな。うん、でも、なんか俺、いいのこれもう再生してんの？あ、再生してるよ。どうもこんばんは、よろしくお願いします。今日は矢さんが近くで真ん前ですいません、はい、お願いします出た村上工業だよ。村上工業これすごいロックのやつとか作ってみたいなこれのいいね。ではって、はい、なんか夢って結構いっぱい持ってたじゃないですか、将来の夢、はい、うんうん、で私は、まあ、お花屋さんになりたいとか、幼稚園生の頃はね、あのスターになりたいとか言ってたんですよ。おお、スターに。スターになりたいって言ってて、で、まあ、お花屋さんだったりケーキ屋さんだったりなりたいっていうのは結構なんですか、王道っていうか。あ、よく聞けますね。よく聞くじゃないですか。なんかね、男の子もサッカー選手になりたいとか、うんうん、はい、いろいろありますけど、最近自分の知り合いの子供がいて、うん、男の子なんですけど、うん、今ね4歳ぐらいかな、はい、でとってもしっかりしてるんですよ、うん、こんにちはって言ったらすげえこんにちはって返してくれるし、うん、でなんかのきっかけで、え、じゃあ何々くんは将来何になりたいのって言ったら、まあ、自分が予想してたのはですよ、まあ、ウルトラマンとか、うんうんうん、そういうのが来るのかなと思って、いい、ね、うん、めっちゃ笑顔で構えてたら、うん、その男の子が私の目を見て、うん、改札口って言ったんですよ。改札口反応に困りすぎギノガルフ。皆さんこんばんは、神田邦弘です。こんばんは、伊波優作です。こんばんは、 OBP 沖縄美少女プロジェクトの優子です。さあ始まりました、ギノガルフ、はい、改札になりたいなりたいって言ってて、はい、で、え、なんでって言っても、うん、かっこいいからみたいな。へー、あー、警察じゃないのなのかな。どこで何を見たんでしょうね。ねえ、だから沖縄ってモノレールしかないじゃないですか。まあ、そう、うん、その子の親が、あの、内地の方なんですよ、うん、あ、だから、なんかね、里帰りとかした時に、うん、見て思ったのかわからないんですけど、うんうん、なんでっていう。いや、だから警察のつもりを改札って言ったんじゃないのかな。次会った時聞いてみようかな。いや、でも改札口に立ってる人もね、金さんもかっこいいですよ、見た目は、うん、まあでも最近そんなに立ってないですからね。あ、まあそっか、端の方に。お前いつの時代の話してるの？モノレールで最近立ってるのあれですよね。切符切ってる頃の話だよ。あれじゃないんだよ。もういないからね。そういうことじゃないか。いないからね。いないね。てかびっくりして、それに、うん、え、今の子ってそんなこと言うのと思って。もう意外ですからね、それはね。予想外の答えならびっくりしますよね。でもゆうこちゃんはスターって言ってたんだ。そう、なんか幼稚園の頃に、あ、でも友達が言ったものを真似しただけ、うん
あ、友達がさ、これいいなと思った。そう、友達がスターになりたいですっていうのを、その子がね、10月ぐらいが誕生日だったんですよ、うん、で、幼稚園だの時に、なんか月のお誕生会ってあるじゃないですか、うん、10月の誕生日のみんなみたいな、うんうん、で、言ってるの聞いて、あ、使えると思って、うん、12月自分の誕生日だったから、その時に言いました。おー、いやでもね、でもいいじゃん、 あんまり外れてはないかな、外れてない、ね、今、今考えれば方向性としては、そう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 、ね、で、小学校5年生の頃は環境省になりたいって言ってました、うん、そっちの方がだから、ね、改札より分からん、4歳の男のこと改札より分からんわ、なんで、まあ、環境省に入りたい、なんかね、国語の授業で鉱山の勉強をしたんですよ、で、汚染の問題とかで、それをなんか一生懸命訴えてた有名な男の人がいるみたいな話を国語の授業でやって、うん、それに感動して、うん、自分も環境省に入ってなんか山をきれいにしたいっていういや、今からでもなれますよ、ね、いや、ね、頑張れば全然なれますよ、はい、いや初じゃないの、環境省からのスターって。おー、いいね、環境も ね考えて、いろいろ環境もできるスターだったら、うん、目指そう、一番いいんじゃないですかさあ、じゃあもう早速いっちゃいましょうか、はい、この1週間何があったのかなのコーナーで、じゃあ矢さんからいきますか、はい、はい、僕はですね、うん、まあ、先週いろいろイベントごとっていうのはいろいろね、はい、多くあった中で、まあ、3月4日の三振の日に、うんうん、まあ、一般のお客様の立場でですね、うん、行きました、三振の日、ほうほう、大鳥ホールに、はいはいはい、素晴らしいですね、三振のね、イベントね、大まかですね、伝えるのは相変わらず下手ですけれども、いやいやいや、今から話すところなんですけど、ごめんごめん、早かったね、やっぱり申し訳ない、その三振が今ね、もうスカイプとか あのインターネットで、うん、もう世界各国とつながるから、はい、そう、その、まあ、三振の日のイベントっていうのが、はい、まあ12時から、まあ、RBC アイラジオでね、12時前から夜の9時までの生放送で、で、時報音ごとにカジャディ風を皆さんで演奏すると、はいはいはい、で、まあ、会場の中だけではなくて、世界中の、まあ、ハワイだったりとか、うん、まあ、イギリスかな、うん、まあ、インドも今回参加してて、で、そこともスカイプでつながっても、みんなそこに沖縄県人の、ね、方々がいて、でカジャリフ演奏するんですよ、うん、でそれで一つになってるって、あれはやっぱなかなかね、やっぱ沖縄三振って言ったらやっぱ沖縄ならではで、うん、こうやってやるイベントはやっぱこの沖縄でしかできないんだなって思うと、うん、すごいイベントだなと思いまして、うん、まあ今回でね、25回目と、そうなんですよ、いうことでもう本当に年々こう広がっていってますからね、うん、ひょんなことから僕あの MC 陣全員大鳥ホールに送りましたからね、自分の車で、なんか Facebook で見ましたけど、はい、上原さん、あの直彦さんも、うん、島袋千恵美さんも、うん、でまず赤インコに送って、うんうん、すごいことやってんだ、俺もなんかね、やっぱ俺が何かあったらこのイベントどうなるんだろうって思いながらそのあの読谷に向かうわけですよ、責任重大だよ、責任重大なんですよ、うん、であの大体いつもそのイベントの前に赤インコ宮っていうところでお参りして、うんうん、まあ、あの三振のね、これ糸満、あ、これも読谷です、あ、読谷か、ごめんなさい、はい、まあ、そっかそっか、間違えた、そう、読谷の方に行ったら、うん、まあ、そこに今凛太郎さん、狩俣凛太郎さんもいらっしゃって、うん、でそこで、まあ、3人がね、それの、まあ、ちょっと今日のイベントうまくいきますようにって乗りして、うん、そしたら凛太郎さんがごめん、あの伊波くん大鳥ホールまで連れてってって言って、うん、もう3人を大鳥ホールの会場にラパンで、あのちっちゃい軽自動車のラパンで、あのラパンで、ね、あのラパンでなるほど、皆さんが見てるあのラパンで、うん、なるほど、いやちょっとねハンドル持つ手が震えましたね、やっぱりね、そうね、はい、本当に、うん、だってあれだよ、あの OBP もほらマネージャーさんが運転とかしてるわけでしょ、そうですね、ハイエースで、ね、移動するわけでしょ、うん、移動中何かあったらもう責任重大だからね、うん、だからなのかな、なんかね、喋、うん、りかけてもずっと前しか見ないし、うん、まあそれが当たり前なんですけど、うん、まあ、なんかね、前、うん、前見てた方がいいよ、聞いてるって時があるんですよ、人の話、うん、え、聞いてますってなんか、うん、あーって時もあるし、うん、なんかそのマネージャーさんが結構運転の癖が強くて、うん、あのポンピングブレーキあるじゃないですか、はいはいはい、あれってまあね赤信号になってちょっとポンピングして止めていくっていうものなんですけど、うん、前に名護でね、うん、あのイベントがあった時にみんなで乗ってて、でワイワイ後ろは歌ったりおしゃべりしたり騒いでたんですよ、うんうんうん、そしたら、うん、いきなり急ブレーキ3回ガーンガーンってやって、うん、みんなはみたいな、うん、そしたらごめんごめんごめんポンピングブレーキみたいな、もう車内爆笑、どこがみたいな、どこがよとか言ってあ、全然違うね、すっごいですよ、もうポンピングの息じゃなくて急ブレーキ3回って言って、
これなんか相当うるさかったから止めたかったじゃん。あ、なんかそういうことでね反抗したかったんじゃない、うん、あるのかな、何かしら。そういじったら絶対に言うんですよ、違う違う、うん、ハイエースだからみんないっぱい乗ってるからなんかブレーキするの時間がかかるみたいな。そんな顔して言ってた。ゆこちゃん今のそんな顔して言ってた。あのマネージャーが、マネージャーさんこんなだったから、こんな顔して言ってた。こんなです。でもあ、そう、先週ねちょうどその話してたんで、ね、それもね大変って言ってたよ。やっぱ眠くなるんだって。でもやっぱ朝早くからイベントやって、はいはいはい、で帰る時もみんなね、はいはい、あの OBP のみんな、まあ、疲れてイベントで疲れて寝てるじゃないか、うん、その中でも、うん、やっぱり安全運転で届けなきゃいけない、自分は責任があるから、うん、しっかりしなきゃいけないのに、うん、あの日によっては後ろでめちゃくちゃ騒いでるし、騒いでるし、そうみんなあのなんか LINE グループのピコポンが、うん、ピコポンチコポンチコポンっていうのがすんごい鳴るっていう話。めっちゃ怒ってた、うん、あーもううるさいって言って、うん、なんかオフにしてました。あ、まあまあ、じゃあそういうことがあったんですね。はい、なるほど。さあそして優子、はい、聞きましょう、聞きましょう、はいはい、ついに東京に行ってきました。よいしょ、イエーイ、よいしょ。さあ OBP で初遠征ということで、うん、3月3日4日5日、うん、3日間東京行ってきたんですけど、はい、やっぱね、うん、違いますね。何が一番違った？なんかね、うん、自分がやってて、うん、いつも全力でやってるんですけど、うん、東京でこうステージ立った時に、うん、初めてなんか自分の今まで行ったことない域に行ったんですよ、うん、今まで行ったことない域、どういう感じで、なんて言うんですか、うん、あの、うん、ランナーズハイ、あ、みたいな、みたいな感じ、うん、なんかやりながら、うわーって思って、うん、めっちゃ一体感出てるなーとも思ったし、うん、メンバーも、もう沖縄の頃とは多分全然違う、うん、こう歌ってても合いの手入れてくださいとか、こうお客さんとのコミュニケーションの取り方とかも、うん、このライブ3本あったんですけど、うん、やっていくうちにどん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 みんなが上手くなってるのが自分でわかるんですよ。なんかそれにもまたお母さん的目線で感動して。泣きそうになって。そう、そうだね、私もメンバーとして立ってるけど、うん、みんな頑張ってるみたいな感じで、うん、すごくなんか東京の方も温かかったですし、うん、で今今日ギャラリーにね、うん、機長さんも、そうなんだよね、来ていただきましたし、もう東京の方に行ったんですね。いやだから飛んで行ったわけですよ。飛んで来てくれました。ちゃんとね、もうど真ん中のど真ん前、ま、なんか機長さんの運転ではないよね。違います、機長さんの運転ではない、違う、はい、あ、これ東京の写真を今ライブのシーン見せてくれてますよ。これも前の方にいたってこと？うん、めっちゃ前にいましたよ、さすがですね。さすがですね。いやーすごい。いやでもこれ、2日間？そうですね、金曜日に行って、で、うん、土日、土曜日がライブ2本、うん、で日曜日がライブ1本、うん、で夜に帰ってきたんですけど、うん、もう楽しかったです。本当に楽しかった。あ、まあ今いろいろ振り返ってるね、頭の中で。本当に楽しい時のコメントだ、ね、本当に楽しかったし、うん、あの一個思ったのが、うん、ご飯が美味しい。わかる。ああそうなんだね、分かるな、かね、分かる。行ったのが、うん、サイゼリヤと富士そばっていう、なんか、あの、もうこれ、ね、県外の人が聞いたら何言ってんだと思うかもしれないですけど、美味しいよね。そう、行って、まあでもね、行ったら美味しいよね。サイゼリヤは行ったことあったの。サイゼリヤと富士そばが美味しい、ね、そう、富士そば美味しかった。もうあんなに早く安く出てくるのにね、うん、だって2回行ってたもん、マリンとココなんて。あ、そう、うん、富士そばに、富士そば、あ、そうなの、富士そば2回行ってた。どこにでもあるけどね。超美味しかったです。それがライブ以外に残ってることはそれかな。いや、あのね、俺も思うんだけど、やっぱね、うん、美味しいものは東京に集まってる。本当にそれ、うん、いい、まあそっか、そう、うん、まあでも単純に旅行に行ってるからそれが美味しく感じるんじゃないですか。ホテルの朝食もすごい美味しいじゃないですか。テンションっていうのももちろんあると思うんですけどね。富士そばってね、富士そばですよね、普通のチェーン店。自分初めて知ったんです。美味しいですよ、美味しいんですけど、すごいね、わかるわかる。でもなんか向こうで食べる牛丼とかは確かにうまく感じるときが、吉野家とかでも。牛丼も違う。向こうで牛丼食べたことない。食べたことない。麺類はね、美味しく感じるんだよ、ね。麺類超美味しかった。美味しく感じましたけど。あ、そうです。牛丼も美味しいんだ。牛丼も美味しい。ああ、じゃあ今度僕行くんで。ちょっとチェックしてみたいと思います。まあ、ね、あれもあった、あの、ホテルじゃなくて、うん、なんて言うんだろう、マンションの一室みたいな。あ、ウィークリーマンション的な。みたいなのを借りてみんなで泊まって。あ、楽しそう。で、ベッドがね、3台しかなかったんですよ。うんうん、で、自分がマリンと、うん。で、ココナとリーリー。うん、で、まあ、梅又、あと一人女性のスタッフの人が一緒に寝てんですけど、うん、この朝起きた時に、女性のスタッフさんがもう、クマすごいんですよ。うん、でめっちゃ疲れてて、うん、どうしたんですかって言ったら、うん、梅間が、うん、梅間の寝相がやばすぎて、全く寝れなかったって言って。
これはガサガサゴソゴソすっごいみたいです。うん、もう手が足が乗ってくるし、あ、動き回るタイプだ。飛行機でもすごかったんですよ。こう飛行機で寝相が悪い。飛行機ですごかったのが、どういうこと？あの窓側にリリが座って、うん、で真ん中に梅間が座って、うん、でその横一番通路側に女性のスタッフの方が3名で座ってたんですけど、うん、もうなんか行きから眠たかったみたいで梅間が、うんうん、飛んですぐにこの女性スタッフの膝の上に頭を置いたんですよ。膝枕みたいな感じで、うんうん、倒れてる感じで、まあね、なかなかだね、うん、でやったんですよ。それまではまだいいじゃないですか、うん、それから10分15分したあたりぐらいに、うん、寝てて無意識に足をリリの膝の上に乗せてるんですよ。だから真横フラッと、そう、飛行機で完全にベッドタイプで寝てるの、横寝してるみたいな感じ。え、なかなかだねそれを気づかないんですよ。起きてふんってなって、あれ足が、あ、ごめんみたいな感じでもう話聞いて自分、あ、ごめんなさい、絶対にもう2日目も梅本は寝ないんで本当にお願いしますって言って、結局2日目3日目も、うん、あの女性スタッフが、うん、犠牲になって、ああれですね、前回ココナが来た時に、うん、ゆうこが言ってました、ココナと梅マリーは、うん、なかなかだと。そう言ってましたね、言ってましたね、うんうん、じゃあいつかね、そのあたりもちょっと絡めたらいいですね。はい、なるほど。いっぱいあるんで、じゃあトータル2やっぱもうすごくいい遠征だったという。本当にもうなんか収穫もたくさんあったので、うん、逆にあのこれからのまた沖縄でイベント出させていただきますけど、うん、ぜひ OBP に期待してください。お、頑張ります。一回り大きくなった。はい、大きくなってます、うん、わー、いいですねそういう一言聞けただけでも、ね、そうですね、いい遠征だったんだなって感じがしますね。そう見たいですね、梅マリーのね、イベントで ねどんな感じなのか、舞台の上で ね、急に寝てほしいです ね、寝てほしいですねありえるかもしれない。それも期待してて、はい、ね、まあ、僕なんですけど、うん、まあ、週末ちょっとプロレスとかね、いろいろ見に行かせていただいたんですが、はいはい、ちょっといろいろ会場アクシデントもあったりしたんですよ、うん、はい、でもね、プロレスっていうのは本当に、いろんなエンターテインメントも含めて、うん、で体を鍛え上げて行うものなので、はい、ちょっと怪我された方がいたんですけどね、うん、本当に無事を願ってます、うん、これが一つ、うん、あとは WBC が気になってさあ、今ね、もう 今やってるさ、はい、ね、でだから今日もう今空いてます、放送してるんだけど、うん、松田がスリーラン、おー、スリーランホームラン6対1やった、おすごいすごい、今日皆さんツイキャスで速報お願いしますあ、そうですね、もうほぼ僕ね、あれ気が気でないんですね、もうね、岡田さんは正直オリンピックより、うん、この WBC の時のテンションが全然違うんですよ、はい、あ、もう全然今上がってるんですね、皆さん知らないかもしれないですけど、うん、僕ね、うん、野球好きなんですよ。知ってます、知ってます伊波さんあれ伊波さん野球ちょっとね、久しぶりにこの感覚が戻ってきましたね、うん、ああ、そうですか。もうこの2週間僕テンションおかしくなると思います、うん、ああ、で、今日大事な大事な初戦キューバ戦なんで、はいはい、本当にもうぜひ皆さん情報をお願いいたします。はい、じゃあ、遅れましたがツイキャスの皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、ちょっと行きましょうね、おなじみで行きましょうね、泉さん、特急サザンさん、こんばんは。野村克也です、何言ってるんでしょう。アーキーさん、こんばんは。そして、あ、日川さんもコンティニューコインありがとうございます、ありがとうございます。一発由美さん、こんばんは。こんばんは。つよぽんさん、こんばんは。中地翔京です、何言ってるんでしょう。ね、ちょっと何言ってるんでしょうっていうのも怖いんでやめてくださいドクロのピアさん、こんばんは。イエラです。イエラ、イエラってなんだ、イエラってな、ごめんね、野球選手じゃん野球選手かな、ぽい、あとは、あ、沖縄大好きさん、ゆうこちゃんおかえりなさいって来てますよ。はい、あとは、なんだろうな、ホワイト西原さん、こんばんは。杉本彩です、どうしたんでしょう安心するね、ね、このコーナーね、うん、ですね、アルファイングケインさん、どうもこんばんは、竹中直人です、何言ってるんでしょう心地いいわ、こんな感じですかね、はい、はい、以上、何言ってるんでしょうのコーナーでした。はい、どうもありがとうございます。よしさん、こんばんは。稲見菜子です、ありがとうございますどうもありがとうございましたこういうのもね、はい、てくるんですね。はい、以上です、どうもありがとうございましたさあ、今日のギヌガルフなんですけれども、はい、月一恒例のお菓子御殿、はい、はい、商品紹介もありますので、うん、そしてリスナープレゼントもありますので、うん、はい、お聞き逃しなく、はい、では進めていきましょう。はい、この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、お菓子御殿の提供でお送りします。ララ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 ラ
ノーガルフ。はーい。誰か理由ですか。え？今手伏せなかったです。今あのフェイスブック動画をこっちにモニター置いてたんで。ここにしといたら。めっちゃ今怖かった。怖い怖い。誰がいるのと思って。で、あのグッドイールドグループの紹介終わったら、あの入っていただく形で。中の方にこっち。はい。あ、そうだ、そうだ、そうそうそう、ジングルは1回目、カナダ、あ、カナダのゆうこちゃん5秒前おくろさん宝物やごちそうを並べて酒盛りの真っ最中でホラー映画ですよ、ただのね技能ガルフ新しいジングルだもうやだこれはいいですねこれいいですよね森進一ジングル長いいいですねホラーバージョンなるほどねいやーいいですどんどんまた新しいジングルも少しずつ増えていきますので、はいはいご期待ください、はい、さあそれではここで、参りましょうグッドフィールドグループからのお知らせです今日はメンズですので私がご紹介いたします今日は、パッツワークス沖縄アウトレットモールアシビナー店をご紹介しますエレガントかつモードなスタイルで男の色気を表現するカスタムカルチャーとアメカジラインをベースにハードかつワイルドな世界観を持つ291295オム2つのブランドと常にトレンドを意識し旬なアイテムを提案するリクエストをミックス、さらにインポートブランドや雑貨もラインナップしたセレクトショップです沖縄ではアウトレットモールアシビナー店の1店舗となっておりここでしか手に入らないアイテムも多数取り揃えておりますまた3月10日からスプリングセール期間となりまして2点以上お買い上げいただくとさらにお安くなるスペシャルなイベントも開催いたしますトレンドからベーシックまでお客様のライフスタイルに合わせたスタイリングを経験豊富なスタッフが幅広くご提案させていただきますこの機会にぜひパッツワークス沖縄アウトレットモールアシビナー店に遊びに来てくださいお問い合わせは電話 098-987-1004 番 098-987-1004 番です以上グッドフィールドグループからのお知らせでしたということで、はい、今日はですね、パッツワークス沖縄アウトレットモールアシビナー店ということなんですけれども、うん、アシビナー店のね、ちょっと奥の方に、あるんですが、僕はこのカスタムカルチャーというのも長いこと、愛用させていただいててですね、なんていうのかな、一言で言うともうかっこいいんですよ、うん、もうこのデザインというかそういう部分に関してはもうちょっと抜けてますねへー、はい、で、これがちょっとねなんていうのかなモードな感じですね、うん、どっちかっていうと、うん、モード系ですね、はい、でプラス、そのアメカジラインをベースに、291295オムというこのブランドも一緒にあるので、うん、だからその両方があるんですよ、はいはいうん、ワイルドな感じとこうカチッとしたねいう感じとでこのあたりはもう自分でさまざまなのを選べますのででねこれはもう僕的な意見なんですけどスタッフに聞いた方がいいああそうなんですねもうねなるほど分かってる方しっかり答えてくれますああそうなんですね本当に迷ってる時はよくいるじゃないですか、うん、どうしようかなって悩んでそのままの方わかりますもうスタッフにもう素直に聞いた方が間違いないと思います安心ですねそれで聞いてね、うん、で勧められて、うん、自分でいいなと思ったら買えばいいわけそうですよね、うん、そうそうだからまずおすすめとかそのスタッフに、どういうものがいいですかっていうふうにこう会話をしてその中からチョイスしていくという形がいいかもしれませんね、うんはい、今ちょっと写真があーかっこいいねありますけれどもかわいいえ靴かわいいそうなんですよそうですね、うん、かわいい靴、はい、リュックもねカバンもそういうアイテムも結構ありますよはい
ちょっとこういう感じのね、服も自分が好きなあれだ、男性の格好で結構 あ、いいですね。ちょっとこれも、はい、行きましょう。かわいい、はい、こういうね、かわいい、かっこいいか、あ、どっちも、ね、どっちもね、でもなんか、あ、いいこと言ってた、かわいいとかっこいいと両方あるんですよ、うん、なので、きっとね、あなたのお気に入りのものが見つかると思います。で、3月10日からスプリングセール期間となりますのでね、うん、2点以上お買い上げでさらにお安くなります。ぜひ皆さん、足を運んでください。バッズワークス沖縄アウトレットモールアシビナー店、今日はご紹介をいたしました。はい、はい、さあそれではここで、ゲストをお迎えいたしましょう。お菓子御殿の西方さんです。はい、どうぞ、はい、どうぞどうぞ。じゃあフォーメーションいいですね。さっき勉強した、ね、ちゃんと打ち合わせしたんですよね、はい。お、比較的スムーズだいつもガタガタされる感じ、はい、はい、ということで、西方さん入っていただきました。よろしくお願いします。お願いします、はい、こんばんは、よろしくお願いします。西方さん、先月に引き続きということで、はい、なかなか出てくれる人がいなくてまた来てしまいましたいやいや、もう待ちしてました。毎月来てください、ね、そうですか、はい、ありがとうございます。西方さんは最近どうですか。はい、最近調子はいかがですか。最近っていうか、はい、今日昼間たまたまですね、はい、別のラジオ聞いてたら、はい、神田さんが今日の WBC の予想を5対1って言ってたので、はい、それに今近くなってるじゃないですか、はい、だからすごいなと思って聞いてたんですけど、はい、なんか、はい、そのぐらいですよね今 6-1? 5-1? はい、そのぐらいですか、はい、ね、さすがだって聞いてました。行ってみるもんだ、はい、いやいいですね、はい、ということで WBC の実況も皆さんツイキャスで、引き続きよろしくお願いいたします、はい、さあでもここからは皆さんお耳はギノガルフでお願いいたしますよ。お菓子御殿の商品を、今回もご紹介していただきたいんですが、はい、まずは何をいきましょうか。ですね、はい、シークワーサースティックゼリーというものを、はい、はい、こちらですね、はい、お菓子御殿、はい、こんなのも作ってますよというところで、うん、ゼリーですね、はい、はい、ゼリー、はい、さっぱりでした、はいはい、あのプルプル、なんでしょうね、うん、お肌にいいという、あ、はい、そうそう、コラーゲンをね、そうですね、配合しているという、はい、女性はじゃあ大好きですね、はい、この正直ちょっとこれ僕知らなかったって初めて。そうですね、うん、あんまりメジャーじゃないんですけど、うん、夏場とかこれからの季節売れますね、うん、結構、ああいいですね、はい、爽やかな感じが、はい、もう見ただけでパッケージね、そうですね、ね、表されてますもんね、はい、7本入り、はい、いいですね、コラーゲンが1箱あたり 3500mg 入ってるという、はい、すごい多いんでしょうか分かんないんですけどいやきっと多いですよ、多いですよ、多いですよ、はい、いやいいと思います、いいね、あ、1日あたり1本を目安にお召し上がりくださいという、はい、いうことです。ぜひ皆さんこの、プルリンシークワーサースティックゼリーコラーゲン入り、はい、こちらもお菓子御殿から出ておりますので、はい、はい、チェックをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さあ続いて、あ、これどうする、はい、これはじゃあ、これは大丈夫、これ大丈夫ね、はい、OK、 じゃあもう一つ、はい、はい、行きましょう。はい、はい、こちらがですね、うん、1月末に発売した、一番の新商品ですね、はい、ベニポテトという商品になります。ベニポテト、はい、はい、特徴としてはあのカナダ産のメープルシロップと紅芋が、うん、まあ、出会って生まれたっていうのが、うん、まあ、キャッチコピーになってるんですけど、うん、はい、しっとりほっこりとした、とっても食べやすい、美味しい味わいですね。美味しい味わいって何でしょうね、うん、はい、そういった感じになってますね。なるほど、はい、これはまあちょっと開けても大丈夫ですか。はい、大丈夫です。美味しそう、はい、これ、はい、じゃあちょっと優子そのまま、はい、やった、はい、矢さんも食べます。あ、いいですか、うん、いいです、矢さんも食べさせてちょっと誰の許可を得ようとしてペットな感じで話しましたけど西方さんに了解もらおうかな、はい、そのうちハウスっていうだろう、伊波さんのコメントが一番欲しいですねそうね、食べてからね、はい、いやいやいや、ちょっとね、実際開けてみての感想、中も可愛いでしょ、おしゃれ、はい、どんな感じ。そうですね、あー、ほんとだ、一個ずつちゃんと、いいですね、結構大きい、ね、大きいですよね、うん、通常いい、まあ単品の商品があの100円から130円のものが多いんですけど、はい、これ税込みで1個194円で、なるほど、ちょっとお高めなんですけど、うん、食べてみるととっても美味しいので、はい、あの今一番売れてますね。なるほど、はい、結構ボリュームもあります、はい、いいですね、この番組あの試食担当矢さんと優子なんでそうですね、はい、あ、かわいい、はい、じゃあ優子からいきますか、はい、はい、絶対美味しい、見た目も可愛いね、これはいいですね、いいですね、はい、じゃあゆうこいただきます。はい、どうぞ、うん、どうでしょう、
めっちゃしっとりしてます。あ、しっとりタイプなんだ。すっごいですこれ。はあ、あの紅芋タルトの紅芋の上の紅芋とは違って、うん、やっぱりメープルシロップが、ね、そうですね、これが効いてると思いますね、うん、結構後味がさっぱりもしてますし、うんうん、美味しい。おお、いいですね。表現をたくさん今言って、はい、リハさん困らせてみてください。そうですね、僕は来週に回しましょう。ダメです、ダメです。今いただきます。はい、どうぞ。うん、ほんとだ、美味しい。おお、いいですね。あら、もうちょっと情報が欲しいですね。はい、メープルシロップ出会ってますねこれ。いや、言ったまんまじゃないですか。完全に出会ってます。出会ってる。完全にここで出会ってますね。強調するとかじゃないんですけど。ありがとうございます。出会って生まれてますね。これまた笑顔が生まれますね。なんかめっちゃ読まされてる感が。棒読み感が今全開で。美味しい。でも本当になんかね、しっとりしてて。ね、っていう感じなんですか。柔らかいのって多分ちっちゃい子とか、うん、あのお年寄りの方とかも食べやすいと思います。あ、うん、食べやすいです、ね。本当に食べやすいです。これがまあ新商品で今人気と、うん、そうですね、いうことなんですね、はい、これはもうもちろん各店に今あるわけですよね、はい、どこでもありますね、はい、うわーいいな、紅ポテト。これぜひ皆さんちょっと新しい商品ということですので、うん、チェックをしていただきたいと思います。西方さん、はい、こう新商品って、うん、例えばどのぐらいのペースというか割合で生まれてくるものなんですか。はい、これがですね、商品開発課というのが去年の秋ぐらいですかね、はい、に立ち上がって、うんうん、ではい、今加速的にどん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 毎月のように出ていて、うんうん、この前話したかもしれないんですけど、はい、4月にですね、菓子博っていうのが三重県であるんですけど、はい、それに向けてまたどんどん増やしているので、うん、例年に比べて、はい、あのペースは早いですね。三重県の、はい、三重県、あの4年に1回、はい、あの各地で菓子博っていうお菓子のいろんな各地のお菓子が集まる博覧会みたいなのがあるんですけど、はい、それが今年三重県であるので、うん、はい、それに向けての、まあ、ペースが速くなってるっていうのもありますね。なるほど、はい、うわー、お菓子御殿は攻めます ね、 ね、そうですね、うん、はい、あ、だって正直もうスタンダードで売れる商品がもうあるわけじゃないですか、紅芋タルトというものがあるにもかかわらず、またいろんな商品をどんどん作っていってるわけですよね。そうですね、だから、うん、開発の人大変そうだなっていつも隣で見てるんですけど。他人事みたいな。はい、私が作ったのはあの宣伝するだけなんで、他人事のように見てますけど。これはやっぱりその、まああのね、会社の、まあ、社長さん、会長さんはじめ、そうですね、いろんな方の社長が特にあの今思いが強いので、うん、はいはい、この開発に対しての思いがとっても強くて。なるほどね。はい、まあけどこういう姿勢がまた新たなこういうね、商品も生まれてくるきっかけになっていくんでしょうね。うん、そうですね。はい、なるほど。まあ今一番の一押しはこの、じゃあ紅ポテトと、そうです、はい、ぜひ皆様のご賞味いただきたいと思います、はい、さあそして西方さん、なんと、はい、今週もリスナープレゼントいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。キーワードは何にしましょうか。お、何がいいですか。はい、お任せします。伊波さんお願いします。じゃあ出会ったで。攻めますね。なるほど。出会ったで。じゃあ懸命に出会ったと。大きい、いろんな西方さんとも出会った。そう、いろんな意味合いで、じゃあ出会ったという。出会ったということで、送ってきてください。懸命に出会った。で本文に住所、氏名、連絡先を書いて、お送りください。これはじゃあさっきのこのゼリーとセットにしてということで。そうですね。いいんですか。お願いします。何名様？あ、3名様で。3名様、はい、うわー、ありがとうございます。イエーイ、欲しいという方、懸命に出会ったと書いて本文に、住所、氏名、連絡先を書いてお送りください。アドレス、すべて小文字で、gino@fmgino1.com。gino@fmgino1.com。gino@fmgino1.com までお願いいたします。なおですね、大変恐縮ですが、この FM ギドワンまで取りに来られる方、限定とさせていただきます。よろしくお願いいたします。あ、もう出会ったで来てますね。早い。ありがとうございます。はい、ということで皆さんどしどしご応募ください。懸命に出会ったと書いて本文に住所、氏名、連絡先を書いてお送りください。紅ポテトとそしてシークワーサースティックゼリー、こちらセットにして3名様プレゼントいたします。
さあということで、西方さん、はい、今月もねこうやって商品紹介していただきましたが、何か最後におっしゃりたいことありますか。はい、そうですね、はい、マネージャーさんはとってもいい方なので大切にしてあげてください。手を払わなくていい。はい、はい、すいません。心配になったんです、はい、聞いてるかな。私信頼してる方なので大切に。はい、一生懸命ですもんね。はい、本当に本当に感謝してます、はい、これからもよろしくお願いします。はい、ということでこの時間、お菓子御殿西方さんお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあそれではここで1曲いきましょうか。今日は伊波さんチョイスで、はい、はい、曲はジュークであの紙飛行機曇り空割って。はい、 OK です。ありがとうございました。ちょっと商品持ちながら写真撮りましょう。はい、はい、いいですね。それでじゃあ、うん、近くでいいよ、もう少し。はい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 、いきます。はい、チーズ。はい、ちょっともう少し商品アップいける。もう近いでいい。はい、はい、上半身ぐらいでいい。はい、いや、さっきでしょ。これ切れてもういいよ。ダメダメ。はい、チーズ。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました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 。本当美味しい。ね、美味しい。美味しい。やっぱり。じゃあまた後ほどちょっと待ってから。はい、ありがとうございます。こっちのマイクがいいのかな。いや、これこ手前の3つで大丈夫。あ、大丈夫です、うん。よし、7対1。あ、おー、すごい。よし、もう大丈夫だろう。今ピッチャーがいない、そんなに大量失点はないはずなんで。今何回なの。今5回終わったぐらいで、点が入ってるから。うん、今日終了までよね。試合終了までね。うん、大変だな。それ考えちゃうでしょ。うん、うん、あ、でもまあ俺は、うん、マスターの人とかどうかな。聞いたことある、この曲。うん、まだちょっとサビ言ってない。あ、これサビじゃないですか。あ、まだこれ回表か。はい、ありがとうございます、井黒さん。これサビじゃないんですか。こっから。わかんない。でも H っぽいかも。なんか。ああ。ね。うん、H っぽい。H の泉さんの声に似てます。19さん。19。19だ。OK。じゃあ。あ、ホワイティ西原さん、ありがとうございます。情報、7対1。いいですね。どうする、あと何本、これあと1分10秒ぐらい。殺します、殺します。あ、もうかかっちゃったら、じゃあ行っちゃえ。リカオールでそのまま行ってんですか。うん、曲、はい、送り合ってから、うん、何々でした。で、行こうね。うんうん、やるやる。あー、サロさんどうもありがとうございます。さっきもね、聞いてもらって、さっきオキラジーでしたからさ。あ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。では、まこなこ、
デュークで、あの紙飛行機曇り空割ってでした。ゆうこの主張なんでキーハンターなんだいや、いいチョイスですね。はい。はい、男って、なんでそうなの？男って、一体何なの？プリティな女の子たちは、世の男たちに不安と不満でいっぱいです。はい。そこでこのコーナーでは、OBP でね、一番お得意が溢れているゆうこが、はい、男はこうであってほしいという主張をね、述べてもらって、世の男たちをこう、ピシャッとしていきたいということです。はい。まあ、ゆうこもいろいろね、ご意見があるということですので。ありますよ、それは。たくさんありますよ。ね、いろいろなんか、打ち合わせでっていうか、話してる中で、うん、まあ、このコーナー生まれたわけなんですけど、うん、まあまあ、結構言いたいことがあるということなので。たくさんあります。じゃあもう、早速、行きましょうか。行っちゃいましょうか。うん、はい。はい、では、まず、こちらの主張です。デートするときに、彼女に運転させるな！なるほど。いや、たまにね、うん、まあ、私が車で運転してて、信号で止まってちょっと隣の車見たりすると、うん、まあ、カップルでしょうね、はい、デートを してるんですよ、ドライブデートかな、うん、そしたらよく見かけるのが、彼女が運転してるんですよ、車、うんうん、で、彼氏さんの方が助手席に座ってるんですよ、うん、それが許せない。あ、そうなの、許せないんだ許せない。でもなんか女性でも運転好きな人っていますよね、まあ、いますよ。で、うん、その彼女が、あ、自分がするからって、うん、まあ、言ってればいいんですけど、うん、でもなんかね、個人的な意見としては、うん、そこをこの運転するっていうプライドを持ってほしい。俺がいつでも運転するぜっていうプライドを持ってほしいんですよ。なんか嫌じゃないですか、うん、あのね、これは、うん、自分としては、うん、僕絶対運転するんですよ、うん、はいはいはい。それは僕が運転したいからっていうのと、うん、女性に運転させるより女性は助手席に座ってほしいから、はいはい、そうですっていう思いがあるからなんですけど、うんうん、ただ最近世の中、男女平等って言われてるじゃないですかはいはい、はい、言われてますね。ここでも出てるのか ねだからもしその女性が運転したいとか、うんうん、そういうのであれば全然別にいいかもしれないですし、うん、完全にまあ否定するわけじゃないんですけど、まあ、ただ見てて嫌なの、うん、ひょっとしてその女性が運転してて、そのなんていうの、男性側がもう確実に酔っ払ってると か、うん、あ、だからそれで迎えに行ったのかなとかも思うんですけど、うん、 はいはいはい、あとは助手席で、たまに足上げて乗ってる人、そうそうそう、いるいる、男性で、男性で、あ、わかる、フロントガラスにね、ま、足の裏が見えるやつでしょ。そうそう、あれは嫌だ、本当にあれは嫌だ ね確かにね。もうで、横で女性が運転してるの、偉そうな感じで乗ってるような感じね。そう、うん、あれはちょっと僕もいただけないかなと思いますけどね、うん、なんか本当に体調悪い時とか、うん、まあね、遠出して、うん、例えばチラ見せ雑貨に行きました、うん、で帰りちょっとね、行き、うんうん、運転したからきついから、うん、ごめん代わってもらっていいとか、まあそういう理由だったらまだいいんですけど、うん、なんか例えば彼女が、あ、自分が運転するよって言って、うん、あ、よろしくっていう、このなんていうの、一発目で言う人はダメだと思う。なるほど、多少疲れてても大丈夫、俺が運転するからって言ってほしいわけね。言ってほしい、まあ、それで事故ったら終わりですけど、これじゃそれで事故ったら終わり、これは終わり、今の終わりはなんかディエンドの終わりだったなこれはなんだか遠回しに今マネージャーさんに言ってるわけじゃないそうね、マネージャーさん頑張れって言ってるのかな、うん、もっと運転しろって言ってることでもっと気合い入れて運転しろっていうマネージャーさんに運転してるけどね、でも気合い入れて、まあ、そう、まあそういう面もありますからね。まあだからもし男性が助手席に座ったとしても、はいはい、そんな態度じゃなくて、うん、しっかりこうサポートというかさ、会話とかしてる感じだったらまだいい、そう、まだ許せますね、まだ大丈夫、うん、彼女の車だったら、じゃあ彼女の車、あ、彼女、なんかそこがまた問題で、うん、めっちゃめんどくさいかもしれないですけど、うん、彼女の車を持っていかすのも嫌なんですよ。あ、なるほどなるほど。だから彼女の車で、うん、彼氏が運転してるのを見るのも嫌なんですよ、自分。まあ、わかんないですけど、彼が彼女の車。あー、けど、それに関しては。あと、まあ、ぬいぐるみとかがよく置かれてるような、まあ、いかにも女の子っていう車で、男の子が運転するっていうのもあんま良くない。嫌だ。もう、俺が毎回迎えに行くからっていう感じで会ってほしい。うん、ああ、ね、それが男だと思う。あのさ、うん、こう、ちょっと喋っていい、はいはい、俺の車ってちょっと走りそうな車じゃないですか、うんうん、スポーツカータイプの、うんうん。で、
僕の奥さんの車って軽自動車で、はい、スヌーピーのぬいぐるみとかが置かれてるんですよ。かわいい。確実にそっちの方が乗り降りしやすいんですね。はい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 、あ、まあ軽自動車のその車ね。そうそう。だから移動するときは僕がそれを運転してるんですよ。うん、おースヌーピーと一緒に。スヌーピーを乗せて僕が運転してる。まあだからチャーリー・ブラウンの立ち位置で、ね、神田さんをで運転してるってこと。これはどうかな。いや、もし彼女の車スヌーピー乗ってて。うん、男性が運転するってなったら、ああ、うん、ちょっと嫌、うん、だったら、ああ女の人が運転してる方がいいかな。ああバランス、全体的なバランス。これちょっとスヌーピーの問題にもなってくるのかな。今のは、今の話は。そう、スヌーピーが重要結果。今のはスヌーピーにもよるな。うん、ああけどホワイト西原さんも自分の車は自分で運転したいなという、まあ、女性の意見ですね。ちなみにゆうこちゃんから見てその男性が運転してる仕草でこの仕草いいとかっていうのあります？仕草、うん、なんか運転してる横で助手席からこうやって見て、うんうん、運転してるこの何かがいいみたいな。結構ね、うん、王道のあれあるじゃないですか、バックするときに、はい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 、あれはめっちゃ嫌いなんですよ。あ、嫌い。なんかさ、あのさ、俺思うんだけどあれやる人、うん、上手くないよ運転。あ、そうなんですね。マネージャーさんやりまーす。あー、まあまあ今日オープニングからここまでずっとディスってるな。なそうだし、なんかね、大体の感、まあ見る、うん、見てもいいけど、うん、うん、あれは嫌なんですけど、好きなのは、うん、あれかな、あの日差し、うん、あれですか、うん、これ、はいはいはい、これが例えば乗るときにこう、なんていうの、前に倒して、前に倒されててるのを、うん、パッて上げる仕草。細かいな。どういうこと。どんなピンポイントかっこよくないですか、なんかパッみたいな、なんかこう片手でパッ、じゃあ行くねみたいな。これつきそうにないんで次行きましょう、次行きましょう、はい、まだまだあるんですもんね、はい、はいはい、じゃあ続いての主張はこちらです。話したきゃ早話せ。どういうことこれはね、あの、まあ、自分が男っぽいっていうのもあるからかもしれないんですけど、結構私の周りめめしい男性が多くて、例えばじゃあ自分と言うこと喋りたいって時は普通に、あーねえねえ明日ってさとか、そういう喋り方にすればいいじゃないですか。でも今のね、周り世の中の男性って結構なんか、あーやばい、あーやばい、あーどうしようって言うんですよ。で、女子って多分そういうの聞いたら、うん、え、何がって思うじゃないですか、はいはい、うん、で、女子から、え、何どうしたのっていうのを待ってるやつ。どうしたの待ちね、うん、ダメダメダメ。もうあれが自分許せなくて、喋、うんうん、れなかったらね、普通に喋ればいいじゃないですか、うん、はいはいはい、なんかいつも、あー、マジかあみたいな。これさ、今ね、ちょっとモデルになってる人います。誰か思い浮かんでる人はいる。友達もそうだし、これ沖縄にもいる。いますよ。なんかあの県外で結構そういう感じの人見るような気はするわけよ、うん、なるほど、うん、電車とか乗ってても、うん、このぐらいの距離で聞こえるレベルで喋ればいいのに、うん、周りの人にも聞かすぐらいの感じで喋ってる人が結構いるのよ。あれなんだろうなと思ってて、注目を浴びたいとかそういうことではない。多分そう、いやそうかもしれない、自分の考えをこうアピールしてるのが、でもちょっと自分から言うとちょっとなんか、うん、なんだろう、おこがましいじゃないけど、うん、なんか言いにくいから、うん、相手から聞くように仕向けて、うん、そういう風に喋るっていうことですか。なんか別にこれ、なんか差別とかそういうわけじゃないんですけど、うん、区別とかそういうわけじゃないんですけど、なんかね、うん、多いような気はするんですよね。沖縄にもやっぱいるんだ。います、自分の、ま、友達が一人そういう子がいて、うん、なんかもう毎回、うん、あーやばいわみたいな、こう絶対にえどうしたのって聞かせたいんですよ。ああで、それが多分快感なのかな、あ俺の話聞くみたいな。あいやだから自分なりの話のスタートなんじゃない、多分だと癖で、多分そうなってるんですけど、癖でしょうね、こういうこと言うのね。もうね、こうじゃなくてもめめしい男性が多いから今の世の中。あもうお兄ちゃんとかお父さんもそうだし、うん、なんかもうくっちゃくなんでのお兄ちゃんお父さんもそうなの、そうなんかね、もういつもネチ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 して何言ってるか聞こえないし、もうほんとやだ。走り出してるね。もう言うことしてははっきり物申してほしいわけ、ね、そう、いろいろ。なんかお父さんコミュ障なんですよ結構、うん、であんまり家族とも喋らないんですけど、待って、家族とも喋らないのか。自分の世界好きみたいな、あんまり自分から喋りかけてこないんですよ、うん、でテレビとか見てて、お父さんバスケ好きだから、うん、前一緒にキングス見てて、いいじゃない、でそしたら自分もちょっと気使って、うん、あ今の選手って誰誰って言うじゃないですかお父さんに、うんうん、そしたらお父さんまるっきり仕方ないんですよ、全部聞こえてるのに、絶対にこの声ですよ、この声。この声のボリュームで言ってるのに、うん、ぼーっとして5秒後ぐらいに、ん？俺？みたいな。いや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 、
部屋の中にいるのあなたと私だけですよみたいな感じもうなんで素直になれないのって思う。もうね、さっきからツイキャスもコメントが止まるぐらい、うん、あのゆうこの話聞いてます全然動かないもんこれそれだけゆうこの話今聞いてるんだよみんな。多いですからやっぱり、ね、ナルドラさんがそれはその人の性格のようなまあね、そんな気もしますけどね。うんっていうやついますよね、うん、明らかに聞こえてたのね。そう、うん、そあれもだから聞こえてるけど一回んっていうので自分の間の取り方なんだ。そうそうそう、そうかもしれない、ね、そういうことなんだろうね。サウロ兄さん、えこれゆうこちゃんの愚痴のコーナー違う違うんすよ。主張主張主張ですから ね沖縄大好きさん、ね、良くなってほしい、沖縄大好きさんコメントが浮かばんっていうことですけど、はい、なるほど。もう一個いけますか。いけます。ちょっとじゃあ短めにいきますか。はい、じゃあ、もう一つ主張いきましょう。こちらです。自分はヒゲが似合ってるって思わないでじゃあこれさ、あのね、高校のね、あの部活が引退したあたりぐらい野球部がめっちゃみんなヒゲ生え出したし、高校卒業して久しぶりに会う男子みんなヒゲ生えてるんですよ。許せよ。違う、あの面白いなそれなんだよ。違う、これは結構私ってよりも女子共通、あのヒゲがやっぱワイルド系だし大人っぽく見えるじゃないですか。だから好きで、まあ、生やしてる人いると思うんですけど、もう似合わない人は似合わないから。あ、まあでも似合う人もいるっていうことですね。そう、似合う人、自分似合う人めっちゃ好きだから、うんうん、長髪が似合う人も好きなんで、長髪でヒゲ生えてて、うん、メガネが似合う男性めっちゃ好きなんですよ、うん、まあ小田切城みたいな、長髪でみたいな感じ、あとピースの又吉さんとか、はいはい、まあ、ヒゲ生えてないですけど、はいはい、なんかいいんですけど、うん、こうヒゲが全世界の男性がみんな似合うって思ったら大間違いだよって思う。ない方が全然かっこいいのになって。今マジでヒゲ生えてる人今みんなドキドキしてますよ男性今聞いてる人は、ね、いやまあだから鏡見てますよ。野球部なんてさもうずっと坊主でしょ。あ、そうね、生やすところがないからね、ヒゲぐらい生やしてあげてもいいよね。だから結局あれでしょ、その部活が終わったからいろいろやりだしたから、うん、そうそうそ う、はいはい、みんなちょっとスポーツ狩りっていうおしゃれなツーブロックにしてみたりとか、うん、それはいいんですけど、その反動ですよ。だからそう、あのあれですよ、ヒゲをディスってるってよりかは、うん、ない方が全然かっこいいのに、うん、ヒゲを生やしてる人が多いから、うん、ゆうこ、これはね、男はね、わかんないんだ。わかんない。ある程度立たないとね、おしゃれな、本当にセンスがある人は若いうちからあるけど、そうじゃないとね、時間かかるんだ。そうなんですか。聞きたいよね、だからそういうちゃんとね対応してくれる人がいたらね、うんうんうん、ヒゲ僕ってヒゲ似合いますかって聞きたいんですよね本当はね。じゃあゆうこに写真でも送ってください。俺も似合う似合わないってもはっきり言うんでしょ。言います言います。ある意味なんかちょっと傷つくな、ね、でもその方がかっこいいんですよ絶対。その人にとってもいい、良かれと思って言うわけですね、うんうん、じゃあゆうこスタイリストゆうこがヒゲの生え方もありますからね男性によって、まあね、ボツボツ生える人とふさって生える人がいますからね、はい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 、まあちょっとそれもありますよね、なんか似合う似合わないっていうのは、はい、はい、ということで、はい、お時間となりました。これまだまだいけそうだね。これ面白いね。まだまだあります、はい、またじゃあ近いうちやりたいと思います、はい、以上ゆうこの主張でした。カンナいっぱいありそうだな。最近別に気にしなくなったけど昔のことならたくさんある。昔気にしてたこと、全然今はもう何とも思わない。そういうものだと思ったから。なるほど、開き直ったみたいな感じですね。開き直っても意識をしないというか、中飯っていつだったかな、何時だったっけな。あ、ドクロのピアスさんはヒゲ似合ってますよ本当に。あ、そう、ヒゲ生えてて、このドクロのピアスをしてるんですけど、でまたね、いい人なんですよ本当に。あ、本当だ写真、うん、あ、そう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 、こういう顔だったら大丈夫でしょ全然。まあ目までは見えないですけど、ここだけ見て全然似合ってるから。うん、あー、なるほどね。あの君田さん、ヒゲが似合う似合わないって結局はチラってことだよな。違う、これはね、やっぱ合う合わないがありますよ。そう、まあ、顔の形とかね、多分あると思いますよ、うんね、あれが苦手だった、あのメジャーの上原さんの、あー、一時期やってたやつどうしたみたいな、どうしたと思って、お土産かーって伸ばしてるの。最初はグー、じゃんけんパー、あ、グーだ最初はグー、じゃんけんパー、あ、グーだあ、グーだいや、そんなのやめてくれないから。技能ガールフ
いいジングルだな。いいジングルですね。楽しそうな番組ですね。本当に。ねえ、聞いてみよう。この番組は石垣島の三崎牛、グッドフィールドグループ、お菓子御殿の提供でお送りしました。さあということで、もうあっという間にエンディング近づいてきたんですけど、ちょっと早めに、はい、告知いきましょうか。まず僕から一つ言っていいですか。はい、石垣島の三崎牛という番組のね、はい、スポンサーでもあるんですけど、今度、那覇飯をグランプリというものがあるじゃないですか。そこに商品を出してるそうです。おー、すごい。ビーフバルスタ飯というメニューで、出してる。そのスタ飯、牛肉を鉄板で焼いて白米の上に乗せていると。で、味はさっぱり塩系で、白米に隠し味があるそうなんですね。で、これとても美味しいらしいので、ぜひ、お買い求めいただいて、そして、あなたの一票をぜひ入れていただきたいということです。これは大野山公園で、今度の土日、今度の土日なんですね。はい、行われるということです。ワッター那覇飯グランプリ決定戦、ぜひ、ビーフバル、よろしくお願いいたします。はい、はい、この那覇飯グランプリ、はい、そう、今びっくりした。そうだよね、はい、3月11日の土曜日なんですけど、OBP 出演します。はい、びっくり今。だから土曜日行って、ね、ゆうこの子をね、ライブ見て、はい、そして、ぜひビーフバルの、このスタ飯も、食していただきたいなと思っております。時間が、ね、お昼過ぎだったと思う、1時か2時か3時です。雑だな。雑。じゃあ東京で、男気あふれるな、やっぱり。東京にね、来てくれた沖縄のファンの方に聞かれて行ったんですけど、何時ってマネージャーさんから聞いて行ったんですけど、忘れちゃった。だから1時か2時か3時です。あとはもうツイッターとか、ツイッターで今日じゃアップするので、しっかりアップしたいと思いますので、ね。すいません、はい、よろしくお願いいたします。その次の日、12日日曜日は、国際通りで定期イベントを行いますので、そちらは16時からになっています。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい。はい、岩さん何か。はい。はい。大丈夫です。さっきのヒゲのことがずっと気になって。ヒゲ問題ちょっと語ったらなんか止まりませんね、さっきからね。なるほどね。うん、じゃあ僕なんですけど、この週末で、東京に行ってきます。おお、はい。次はカンナさんだ。はい。で、ね。あ、そっか。野球尽くしをしようかなと思ってて。で、一つは、プレイボールズという。野球好きなアイドルがいるんですよ、応援してる、はいはいはい、1回番組にもフォーカルにも来てくれたんですけど、はいはい、そのライブを初めてアイドルのこういう何んですか、ライブハウスでのを見に行こうと思ってて、はい、どうしていいかわからないんで、後で教えてください。はい、皆さん教えてください。よろしくお願いします。 OBP の宣伝もお願いします。はい、行ってきます。行って、マネージャーさんに行ってきますね。はい、で、その次はなんか東京野球ブックフェアみたいなのがあるんですけど、トークショーでプロ野球ニュースの初代キャスター、2代目キャスター、佐々木真也さんとか、ね、野崎さんとかがトークショーやるらしいんで、はい、それを見てきて、次の日は WBC、実際東京ドーム見てきますんで、わー、すごい、はい、来週はその話をいろいろね、したいと思っておりますので、はい、という感じです。はい、はい、よろしいですね。あとは大丈夫ですね。大丈夫です。はい、というところで今回もお時間となりました。お相手は神田邦弘と伊波優作と OBP 沖縄美少女プロジェクトの優子でした。また来週、火曜9時にお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。さようなら。バイバイ。韓国負けた。はい、ということで、はい、ありがとうございました。後ろはいるんだよね。うん、ラッキー。あ、はい、いるんだね。オッケー、オッケー。はい。あ、ユーストのみさん。はい、ありがとうございました。じゃあ、ツイキャスの皆さん。はい、ありがとうございました。